みとんさん、こんにちは。しほりみチャンネルしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、モーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。ちょっと今まだ、多分リミとかママとか寝てると思うんですけど、現在ね、この部屋にこの時計しかなくて、6時、まあ、25分ぐらいです。私今日目覚ましかけないで寝ちゃったんですけど。はい。6時ぐらいに起きました。で、20分間ダラダラして今撮ってます。ということでね、我が家いつも8時に起きるんですね、みんな。まあ最近遅いけど8時に起きてて、で今日パパが仕事で7時ぐらいに家出るっていうんで、ちょっと散歩しに行こうかなと思ってて、それまではちょっとダラダラしたいなと思います。あです、今日が水曜日なんですけど、昨日の昨日のプロミスシンデレラ見たんですけど、すごかったね。可愛かったもん。ずっとキャキャ騒いでたもん。本当に良かったね。まあはい、めっちゃ面白かった。じゃあちょっとダラダラしたいと思います。はい、今から顔洗いたいと思います。でね、使うのがこの無印で買ったマイルド保湿洗顔フォームです。水飲まなきゃね、すごい声がガラガラな気がする。じゃあ洗っていきます。さ、こういうのもいるはず、サムネ的にもいるはず。片手はやだ。はい、ということで流していきます。ということで朝ごはんです。でね、コストコで売ってるこのパンケーキに、この、業務スーパーで買った生クリームをつけました。それにあと、卵焼きと、サラダとかですね。はい、いただきます。はい、ということで、今からね、髪の毛をやりたいと思います。はい、ということでね、この長さで初めて、ちょっと半音をしました。あ、でもやっぱ可愛いね。ボブとかでも外羽根。ボブは多分、ストレートも可愛いし、外羽根も可愛いし、内羽根も可愛いと思うの。いやー、よかったですね。ということで次は着替えとメイクかな。スキンケアとかしたいと思います。はい、ということで、メイク中終わりました。ということで今からね、軽く TikTok を撮りたいと思います。イエーイ。こやつ、私がいると変顔になるんだけど、
こういうやつ。そこはダンテンタドドダダンテンタドロダンタラダンタラランタンタンってやつを今日は撮りたいと思います。はい、ということでもう開けちゃったんですけど、今からこのチョコモナカジャンボ食べます。もんちゃん、かわいいわね。いただきます。くのちゃん、ごめんな、これチョコだからダメなんだ。かわいい。うん、これはアサリ。はい、ということで、いつの間にかね、3時になってしてしまいまして。何してたの、3時まで。アイス食べたのが12時ぐらいだったの。何だったっけ、3時間も何してたの。ずっと YouTube 見てて、ホラーゲームの YouTube をリミと一緒に見てました。はい、だからもう今超喉痛くて、困ってるぐらい喉痛くて、ほら叫びすぎて、いやーって喉が痛いです。そうリミがなんか、私がね、あのホラー映画の、ホラー映画じゃない、ホラーゲームの YouTube を見てて、そしたらリミもね、なんかハマっちゃったっぽくてさ、ずっと見てたの。そしたら3時になっちゃって、今からお昼ご飯を食べに行きます。いや、もう夜か、3時半なんてもう夜か。規則でね、今。そうなんです。まあでもそういう夜も食べる時もあるけどね、昨日みたいにね。昨日はちゃんと夜食べてるね。食べましたね、ちゃんと。まあそういうことです。バラバラです。そういうことですね。なんかお昼つかないんだよね、お腹。なんか朝が遅いから。8時？え？8時？朝遅いからいつもよりお昼もつかない。確かに動かないしね。動かないしね、ま、今ね、うん、家にいることばっかりだから。そうなんだよ、なかなかお腹つかないよね。ということで、びっくりドンキーに行きます。イエーイ。叩くと画面が揺れるわ。あ、酔っちゃうね、ごめんね、みんな。はい、びっくりドンキーに来たよ。あは。動画でも言って。え、美味しそう。来ました。なんだっけこれ、カレーバーグデニッシュ、うん、でリミが普通のレギュラーバーグデッシュで、ママがなんか彩りなんとかセットに。はい、リメさん、最近ハマってるゲームですか。あ、完全にこれは私の携帯ですね。いいね、私のレベルを上げてくれるのかな。嬉しいな。リミちゃんの方が得意なんでしょ。え、違うの。私の方がファン数とか多いかって言っとっけ。そうなの。でも私の方が早く始めたっていうのがあるんだけど、いずれ抜かれるのも時間の問題じゃなくて。そうなの、時間の問題なの。え、簡単でいくの。うん、ハードでしょ、ね、そこはハードでしょ。やだね。だけどハートなくされるのは嫌だから。っていうか、これなんていうゲームですか。ハニーワークスプレミアムライブだった気がします。ナンシーちゃん、今日ので略してハニープレ。ん、これ今日のラッキーなやつ。私これ一回も言ってないんだよね。なんか音楽聴、なんかいつもさ聴いてるやつはさリズムとか飛びやすいけどさ、今日すごい、もう私金曜日のお部屋とか失礼いたします。ありがとうございます。めっちゃ豪華じゃない、これ。めっちゃ豪華なんだけど。すごいじゃん、みちゃん。私たちはこのかわいいアイスクリームで、ミニアイスクリームです。かわいい、かわいい、映えてる、映えてる。リミちゃんが、あ、リミちゃんも美味しそう。なんだっけこれ、なんだっけこの
しっとりクラシックチョコケーキ。もうなんか解凍してる。そう。まあこれです。はい、食べたいと思います。しかもなんかこれなんかね、うん、中にね、うん、白玉入りが入ってるんだよ。白玉入りが入ってる。違う。え、白玉が入ってる。はい。じゃあ食べよう。バイバイ。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさま。はい。スタヤに来たよ。はは。完璧じゃない？バイバイ。はい、ということで帰りました。でね、ママはね。あのこれを大袋を借りたんですけど、それいらないから。ママ見てくださいこれ。ただーんと袋見えるかな。あ、エイリアンが見えちゃった。こんな感じで借りました。ということでね、あともう一軒寄って帰りたいと思います。じゃあ楽しみだぜ、読むのこれは。え、楽しみだ。はい、ということで家に帰ってきました。コロンちゃん、あ、行っちゃった。ということでね、今からね、借りてきてね、この漫画をちょっと読みたいと思います。ねえコロンちゃん、気になるの。バイバーイ。はい、ということでね、ちょっとね、漫画を読んでて、ちょっと動画撮り忘れてたんですけど、ですね、あれから、帰ったのが7時ぐらいかな。6時、7時あたりで、それから8時ぐらいも、8時半ぐらいまで漫画を読んでまして。でね、で、それで8時半ぐらいからお風呂に入って、今スキンケアです。あともうちょっとで10時。はい、ということで、もうね、今日は漫画3枚よ。いや、よかったですね。でも結構読んだんだけど、このね、放課後恋をしたっていう、まあ、あのレンタルなので表紙ないんですけど、がなんかめっちゃ面白くてめっちゃハマりそうです。いや、もうハマってます。じゃあもうカメラを鏡代わりに使うか。最近あの線ついてきたんですけど、目なんか線の幅がなんか違うんですよ。それが最近悩みで、こっちの方が太くて幅が広くて、これがすごい悩みなんですけど、線ついてきました。まあまあ、スキンケアやってきます。多分こんなんでいいはず。尺もいっぱいあるし。はい、ということでそろそろ寝たいと思います。まあね、ハンバーグが美味しい一日でした。もうこんなことしか言えない。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。めっちゃでかってるよな。やばいな。しょん。いいか。バイバーイ。